令和の虎、その思いを金に変えろ。はい、令和の虎視聴者の皆さん、改めまして令和の虎司祭の岩井でございます。今日はですね、10月26日の今午前11時30分なんですけれども、動画を回しております。この動画は、今日の夜19時に配信しようと思っていますので、申し訳ありませんけれども、また編集なしでテロップも入れずにこのまま流そうというふうに思っております。もしよかったら最後までぜひご覧いただきたいと思っております。令和の虎チャンネル、実はですね、2018年の12月20日の日に産声を上げました。その時はまだ令和の虎チャンネルという名前ではなくて、就活の虎チャンネルという前身のチャンネルだったんですね。そこからですね、4ヶ月ほどしまして、2019年の4月1日、まだ時は平成だったんですけれども、令和になるちょうど1ヶ月前の4月1日に、新たに令和の虎チャンネルとして、産声を上げたということになります。今日でおよそ4年半、ここまでですね、いろんなことがありました。ちょっと今日振り返っていこうと思うんですけれども、まあ、その2019年4月1日に始まった令和の虎なんですけども、そこから2年半ぐらいはですね、この牛歩のごとくの歩みでございまして、僕の記憶でいけばですね、その2年半で、まあチャンネル登録者数もですね、15万人ぐらいまでいったのかなというね、本当に大変な時期がありました。皆さんご理解いただけるかどうかわからないんですけれども、令和の虎チャンネルというのは非常に編集にもお金がかかりますし、まあ我々ですね、最初の頃は本当に大変な中でですね、これやってる意味があるのかなというふうに思いながら、ずっとそれでも、途中でやめることなくですね、頑張って続けてきたチャンネルでございます。で、これがですね、急にですね、様子が変わりましたのが、今からちょうど2年前でしょうか。2021年の10月、切り抜きチャンネル、これによってですね、突如、この令和の虎が多くの方々の目に留まるようになりまして、そっから4ヶ月ほどで、急成長をしていきました。僕ずっとチャンネル登録者数の推移を見てるんですけれども、一番すごい時には、1日かけず、なんと22時間で1万人増えるという状況まで、来ましてですね、本当にすごいことになったんですね。ただ、まあ、麹も申しと言うんですようか、翌2022年のですね、2月14日の日です。忘れもしません。バレンタインデーだったので、この日にですね、大きな事件が起きました。いわゆるポーカー事件というふうに皆さんが呼んでらっしゃる、事件ですね。この事件が起きたことによって、まずはチャンネルとして一旦謹慎をしようということで、2週間配信を止めたということがありました。こうやって2週間もの間配信を止めたことによってですね、やはりGoogle のアナリティクス上もいろんな問題が起こって、やっぱり拡散力が弱まってですね、そこからしばらくの間かなり、まあ、鈍化をしたんですね。はい。で、ただまあ私としては、あの事件というのはいい経験にもなりましたし、ちょっと語弊があるかも分かりませんけれども、いろんなことを学ばせていただいたので、今となっては本当に笑い話にできるぐらい、自分の中では消化ができてるものではあります。で、そこからですね、まあそんなこともあったんですけれども、本当に随分ですね、多くの方々に支えられて今日があります。他にもいろいろあったんですよ。このポーカー事件が起きたことによって、例えば、まあ K 社長がですね、いろんなことをされて、虎の子を巻き込んで、まあ簡単に言えば投資をしていない疑惑みたいなものが生まれました。はい。それは本当に誤解でもあったですし、なぜこんなことをされるんだろうということで、私は非常に残念に思ったこともあったんですけれども、まあ本当に人の心というのは移ろいやすくてですね、何か問題が起こった時には、それを怖がって、
そうではない方に向いてしまう人がいるんだなということも改めて僕、経験したんですね。虎の子の謀反もありました。これこれさんのチャンネルで僕もかなりさらされたんですけど、幸い僕はですね、何もやましいことがなかったので、自分としては堂々と、これこれさんとちゃんとお話をして、あのことは、大きな問題になることなく過ぎ去っていったようにも思います。まあそこのところが一段落した頃にですね、またもやいろいろと問題が起こりました。まあこれは普通にお名前も出しますけど、竹野内さんですね。竹野内さんがですね、ガーシーさんとの問題を皮切りにいろんなことをされた中で、トラベルをやられて、それに対して僕がなんだかんだっていうふうに言ったこともあったじゃないですか。先に言っておきますと、僕竹野内さんとずっと仲違いしてるわけではなくて、何ヶ月かな前にもお会いしたこともあってですね、僕としては別に普通に良好な関係が続いているというふうに思ってるんですよ。だからあえて竹野内さんというお名前も出させていただきました。近々ですね、何かの形で竹野内さんが、うちのチャンネル関連にですね、登場されることもあるんじゃないのかなというふうに思ったり思わなかったり、そんなこともあろうかと思います。さあ、そういったことをたくさん経て、そこから2年間でですね、なんと85万人チャンネル登録者数が増えたんですよ。で、今日は、10月、26日なんですけれども、今現在で99万3千人近くまでチャンネル登録が伸びております。まあ本当にですね、感慨深いというか、僕正直言って100万人になるチャンネルだなんていうのは1ミリも思ってなかったんですね。まあ、ずいぶん前にですね、トモハッピーが初めて虎になりたいって言って僕のところに面談できた時に、真夏でした。彼が汗びっしょりかいて、もう脇がもう汗だらけの状態の中で、唐突に初対面ですよ。岩井さん、このチャンネルは100万人になる資質を持ったチャンネルなんで、僕は100万人に行くまでずっと出続けたいんですって言ったんです、彼が。まあ、その時正直言って、何言ってんだこの人はと思って、思わず返した言葉が、まあ、長く続ければ、ワンチャン、そういう日も来るのかもわかんないけど、きっとその頃は、僕はもう天国に召されて、地獄ちゃいますよ。天国に召されて、空の上から、みんなよく頑張ったなーって手を振ってるような感じですよねって言った覚えがあるんですよ、今でも。それがですね、それから3年ぐらいなのかな、経って、現実的なものになろうとしてるのがですね、本当にびっくりです。今になって彼はみんなに言われてますね。いや、実はトモハッピーが一番先見の明があったんではないかと。僕も本当にそう思います。なので、この件に関して、今まで本当にトモハッピーを何回も茶化したことがありましたので、改めてトモハッピー、ここでお詫びします。ごめんね。はい。まあ、本当に思い出はつきません。一番最初からずっとこのチャンネルに貢献をしていただいた、林さん、桑田さん、本当にありがとうございました。それ以来ですね、多くの方々に支えられて、このチャンネルはここまで来たのは間違いありません。中にはですね、途中で、まあ、やめていかれた虎の方々も多いんですけども、その方々も含めて、僕は本当に心から皆さんに感謝をしています。叩かれたことも本当に多かったですね。なんなら今もいろんなところで多方面で叩かれてますけれども、僕もすごく成長させていただきました。初期段階、就活の虎チャンネルの頃にはですね、僕は本当にすべてのコメントに反論をして、コメントを返していました。まあ、そのことが皆さんに面白がられて伸びたっていう部分もあるのかもわかりませんけれども、僕が一つ一つのコメントに返信をしなくなったのは、令和の虎チャンネルに変わって、対象が僕だけではなくて、虎の方々や志願者になってから、
これはさすがに僕がそのそれぞれにコメントしてたんではキリがないし、他の方々にとっても失礼なことになると思ってコメントを返すことはやめたんですけれども、まあ根っからですね、マメな人間ですので、ずっと、僕はコメントを今でもほぼ全部拝見しております。そんな中で、まあ神本さんや細井さんにも励まされ、岩井さん、もうそんなことやってる時間もったいないですよって言われて、なんか自分でその一つのコメントに対して嫌な思いをしたりとか、なんか腹を立てたりとかということがほとんどなくなりました。ですから今はなんか第三者的に僕のことをいろいろ言っていただくものに関してもですね、普通の状態で精神状態で見れるようになってきてはいます。ただまあやっぱり人間ですから、本当にひどいことを書かれていい気分がするわけはありません。まあでもそれは YouTube という媒体を使って世の中に諸々のことを発信している身としては、致し方のないことなのかなというふうに自分を慰めながら、まあ納得させながら今日まで来たというところが本当のところでございます。そういった、令和の虎のファンの方々、そしてもしかしたらアンチで方々もたくさんいらっしゃると思うんですけども、その方々もひっくるめて本当に今までですね、令和の虎をご視聴いただいてありがとうございました。今日なんでこの動画を緊急で回しているかというと、もしこのままいけばですね、本当に近い段階で、チャンネル登録が100万人に行くんだと思います。よほどのことがない限りは、その前にですね、改めて僕の方から、令和の虎に関係する皆様、そして令和の虎をご視聴いただいている多くの視聴者の方々に、僕の口から改めて心からお礼を申し上げたくて、この動画を回しています。緊急動画になりましたので、テロップもつけずに非常にお聞きづらいところもあったかと思いますけれども、どうかですね、僕の気持ちがほんの少しでも皆様に伝われば嬉しいかなというふうに思っています。私もですね、もうすでに還暦を過ぎて3年半経ちました。来年の3月には64歳になります。自分がこんな年になってこんなことをやってるとは実は夢にも思ってなかったんですね。でも、本当に自分がこんな年になって、こんなに素敵なコミュニティの、自分がトップというか一番ね、いろんなことをやらなければいけない立場に置かせていただいているというのは本当にありがたいことだというふうに僕思っていまして、まあなかなかに、この年の年齢の人間が経験できることではないというふうに思っています。なのでまあ早く引退しろというご意見も多々散見されるんですけれども、まだまだ、僕自身の役割は終わってないというふうに自分としては思っているので、これから先もですね、まだしばらく、この令和の虎に関わっていきたいというふうに思っております。100万人が近づきましたら、ライブ配信をしたいと思っています。当然いつ行くかわからないのでこの段階では予告はできないんですけれども、近づいた段階でですね、このまあライブ配信をカウントアップライブっていうんでしょうかね、始めていきたいと思ってますので、そこにはですね、多分、今までお世話になったいろんな虎の方々とかが、まあお越しいただけるというふうにも思ってますので、ぜひ皆さん、その瞬間をですね、一人でも多くの方々と一緒に迎えたいなというふうに心から思っています。できたらそのライブ配信ではですね、あんまり嫌なことは書かないでほしいなっていうふうに思ってますけど、はい、ということで改めてですね、僕の方から本当の最後の最後になりますけれども、もう一度だけ、お伝えさせてください。今日の今日までこの令和の虎チャンネルを、可愛がっていただいた視聴者の方々、本当にありがとうございました。これから先もですね、どこまでいけるのか分かりませんけれども、ぜひ末永く、この令和の虎チャンネルを可愛がっていただければ本当に嬉しいと思います。そして、私と共に歩んでいただいた虎の皆様、虎の子の皆様、そしてオンラインサロンメンバー虎ファミの皆さん、本当に今までありがとうございました。これからもどうか末永く祝いをよろしくお願いしたいと思います。令和の虎チャンネル、これからも邁進していこうと思います。どうも最後までご視聴いただいてありがとうございました。
とつながれる。トラとつながれる。もちろん主催ともつながれる。令和の空ファンクラブ入会はこちらから。